大谷翔平の豪快4号は、米6人目の156キロ以上の内角、ボール球、1だった。剛腕セベリーノの内角球を弾丸ライナーで客席へ、スタッドキャスト導入後6人目の宇野翔に、27日、日本時間28日の本拠地、ヤンキース戦で、強烈な4号ソロ弾を右翼席に突き刺したエンゼルス、大谷翔平投手。これが2015年以来、メジャー6人目の衝撃的な一発だったことが明らかになった。MLB 公式サイトのデータ解析システム、スタッドキャスト担当のデイビッド・アドラー記者が、自身のツイッターで伝えている。今では、広く浸透している野球のデータ分析。勝負の日々とは違った視点で野球を見ると、新たな面白さが浮かび上がる。MLB がスタッドキャストを導入したのは2015年のこと。大谷がヤンキース、開幕投手ルイス・セベリーノから放った強烈なアーチは屈指の記録を作った。実は、97マイル約156キロ以上の内角、ボール球をホームランにしたのは、パワーを誇る猛者が集うメジャーでも、同システム導入以来6人目の出来事だという。この試合、2回1失、走者なしの場面で打席に立った大谷は、セベリーノが、ワンボールワンストライクから内角に投じた3球目97マイル速球をフルスイング。見逃せばボールだったが、打球は瞬く間に右翼席に突き刺さる弾丸4号ソロとなった。難しい内角球を完璧に仕留め、試合後にはセベリーノにもう内角には投げないよと苦笑いさせたほど。その凄さをアドラー記者が紐解いた。大谷より以前に97マイル以上の内角、ボール球をホームランとしたのは、今季開幕戦のヤディエル・モリーナ、カージナルス、2017年6月18日のマルセル・オズナ、当時マーリンズ、16年9月10日のジョック・ピーダーソン、ドジャース、15年9月9日のブライス・ハーパー、ナショナルズ、そして、15年10月14日のホセ・バティスタ、当時ブルージェイズの5人。いずれも名だたるパワーヒッターだが、大谷もエース相手の、豪快な一発でエリート打者の仲間入りした形だ。内角の剛速球打ち。デビュー1ヶ月で、数々の記録を打ち立ててきた大谷にとっては、新たな勲章が加わったことになる。大谷翔平に、ヤンキース、大砲ジャッジが、一目惚れ。打撃も絶賛、ワクワクする。昨季52発で、本塁打王&新人王のスーパースターが、彼はあんなホームランを。27日、日本時間28日の本拠地ヤンキース戦で、エース右腕ルイス・セベリーノ投手から、強烈な4号ソロ弾を放ったエンゼルスの大谷翔平投手は、続く打席で内野ゴロに倒れた際に、走塁で左足首を捻挫し、28、29日、同、29、30日と2試合連続で出番なしに終わった。だが、今季、ここまでの大活躍から、ヤンキースのスーパースターは、二刀流のスーパースターに一目惚れしているという。昨季ア・リーグトップの52本塁打を放ち、新人王に輝いたアーロン・ジャッジが野手。名門ヤンキースが誇る若きスターは、2歳年下の大谷の実力を高く評価していた。一目惚れだ。ヤンキースのアーロン・ジャッジは、すでにエンゼルスの翔平大谷の大ファンだったと特集したのは、ニュージャージー州最大のニュースメディア NJ.com だ。今年の彼の活躍は印象的だよ。彼は、あんなホームランを打った。今季、これまでのピッチングと打撃を見ていると、楽しみなんだよ。27日からの3連戦で、今季、
初めてエンゼルスと対戦したヤンキース。その初戦で、大谷は昨季ア・リーグのサイ・ヤング賞投票で3位に選出された5腕セベリーノが内角に投じた渾身の97マイル約156キロの直球を弾丸ライナーでライトスタンドに突き刺した。ジャッジはこの打撃を振り返った上で大谷の投打両方の能力を高く評価したという。大谷はここまで打者として12試合に出場し、打率3割4分1厘、4本塁打、12打点と活躍。さらに、投手としては2勝1敗、防御率 4.43 ながら、24日、同25日のアストロズ戦では、先発投手として、今季最速の101マイル約163キロを叩き出すなど、強烈なインパクトを残している。打者として、大谷を絶賛、素早く、コンパクトなスイングを見せてくれる。彼は、メジャーで、あの投球と打撃を見せている。時速100マイル約161キロで、自分のボールを操り、打っては高打率というだけでなく、パワーも見せているんだ。記事によると、ジャッジはこう話したという。打者として、大谷のスイングに魅了されているようだ。彼はあんなに素早くコンパクトなスイングを見せてくれる。効率的なんだ。彼にはストライクゾーンのボールをどんどん狙ってくる印象がある。本当に見ていて楽しいね。彼を見たのはたった1試合だけれど、僕は今後の彼のプレーにワクワクしているんだ。ジャッジは開幕直前にノーステップ打法に切り替えた大谷のスイングを絶賛。そして敵ながら打撃を見ることが楽しみとまで言い切ったという。幸い足首は軽傷で5月2日同3日の本拠地オリオールズ戦から DH で復帰予定。マイク・ソーシア監督は4日同5日からの敵地でのマリナーズ3連戦で先発予定であることも明言した。ピンストライプの名門のエースから放った豪快な一発で、メジャー屈指のスーパースターをも早くも魅了したショウヘイ・オオタニ。米国で巻き起こすセンセーションは本物だ。
ショータイムいかがでしたか？チャンネル登録お願いいたします。どんどん新しいものを紹介していきますので、ぜひまたいらしてくださいね。それではまた。